番エレーナ・ペチケ、デニス・ペトロフ組、ソビエト。ソビエトのエレーナ・ベチケ、デニス・ペトロフの2人です。まずデススパイラルから。さあリフト、ダブルツイストですね。綺麗に決まってます。ソロジャンプダブルアクセルは決まった。たくさん回しましたね。ただあの下の男性はですね、回転数が決められておりますので、女性だけですね、回すのは。スパイラルステップシークエンスです。場内から拍手です。なかなか凝ったコンビネーションスピンですね。フィニッシュは肩に担いででした。ソビエトのベチケ・ペトロフの2人。アバの曲でヒットしましたマネーマネーマネー。89年の世界第3位。宮田さん、なかなかいい演技だったと思いますが。そうですね、あの大きな減点は、ほとんどないと思いますけれども、全体的なプログラムの中でですね、スピードがちょっと足りてないかなっていう感じはしますね。これはあの最初のソロジャンプダブルアクセルですが、降りた後もですね、2人ともポジションも同じ、それからスピードも同じという非常にいい形で降りてきてますね。これはオーバーヘッド。今だいたい女性を上から下ろすときに、まあ、ひとひねりするというか一工夫してみんな下ろしてきますけれども、やはりそういうのが必要になってきてますね。24歳レニングラード生まれのエレーナ・ベチケさんと、22歳学生レニングラード生まれのデニス・ペトロフ君、ともに6歳からスケートを始めました。女性のエレーナさんは編み物が好きだといい、男性デニス君は読書が趣味だと話していました。表情を見ますと、まずまず納得のいくというような表情ですがね。そうですね、さあ得点が出ました。まずエレメンツ 5.5 5.8 5.4 5.6 5.4。1番ジャッジがソビエト、2番がオーストラリア、4番ジャッジが日本の池田さんです。まあ、やはりちょっとスケートがですねスピードに乗ってなかったっていうようなところがですね基礎点自体が低くなっちゃったんじゃないかと思います。
プレゼンテーションが出ました。